こんにちは。こんにちは。みさきです。渡辺です。はい、始まりました。みさきの部屋です。はい、よろしくお願いします。はい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 、今日は、スポーティーな春服に合う、ちょっとふわふわな柔らかいお団子アレンジをやってみました。はい。ちょっとまた違うんですけど、まあ、スポーティーは合ってますけど、はい、髪の毛が硬い方だったりとか、ちょっと量が多めの方が柔らかく見えるアレンジ方法。ね。って言ってたよね、最初ね。はい、そうちょっといつも変えます、さっきから。はい。ちょっと盛りました。はい。盛るとかじゃなくて、ちょっとガラッと変えるんで。やっぱりこうね、髪の毛が多い方ってこう、ね、ボテッとした印象になるかなと思うんですけど、それを柔らかく、ふわっとした印象に仕上げるお団子のね、はい、アレンジで。まあ、スポーツね、これからちょっと暖かくなるから、うん、スポーツされる方も多いかなと思うので、それのアレンジを作ってます。作ってるます。はい。ええやん、それ。そういう方ね、はい。はい。私も結構もうバリバリに硬いんで。はい、はい。そういう方は。はい。ぜひ、皆さんもやってみてください。はい。はい、それでは、動画。スタート。まずリレーのバームをつけていきます。長さが長くてもまずは少しずつ手に伸ばしていき、片方ずつ内側から表面に向かって伸ばしていきます。こんな感じにまとまれば OK です。髪の毛全体を手ぐしでまとめていき、だいたい後頭部よりも少し上あたりでまとめていきます。前髪と髪の毛のこの隙間を隠すように顔周りを下ろしていきます。ゴムで髪の毛を結んで小さいお団子を作っていきます。作ったお団子を3ミリ幅で両方に裂いていきます。毛先をまとめてねじっていきます。ねじった毛先を表面から少しほぐしていきます。お団子を押さえながら毛先を巻きつけていきます。毛先と根元の部分にツイスターピンを差し込んでいきます。差し込んだ状態でねじっていきます。そうすると止まります。顔周りの毛を32ミリのコテで外巻きに巻いていきます。前髪の表面1センチ角を上に持ち上げてコテで毛先を巻いていきます。最後にフリーバームを指先に少し取って指全体になじませて、あと顔周りの毛先と前髪に少しなじませて、髪の毛が柔らかく見えるアレンジ方法をやってみましたので、硬く見えてしまう方はぜひやってみてください。
Thank you.